さあ、それではお話を伺いましょう。第20回ヤングチャンピオンシップ見事勝利、菊池和樹ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。大接戦の末の勝利でした。今の気持ちを。そうですね、勝つようには乗ったつもりなんですけど、本当に最後まで分からなかったです。流れがとっても早いように感じましたけど、いかがでしたか。はい、予想したより全然早くて、ババアを持たかったんですけど、もう考えないで、もうペースに合わせていきました。そして昨日からのこの強い風、そのあたりレースの影響はどうだったんでしょうか。やっぱり乾いていて、もうババアも重たかったですし、それでもなんとかしのいでくれました。初コンビでしたけども、どのようなことを思っての騎乗でしたか。そうですね、まだ手探りというか、調教はやらせてもらってたんですけど、まだ特徴も分からなかったですし、レースも初めてだったんで、もうその時のもう感覚で乗りました。はい、降りてからの接戦、どのあたりで勝利を確信しましたか。いや、もう本当にギリギリまで分からないかったんで、もう銀のダイヤマンもいたんで、本当にもう最後はもう記録でなんとかしました。平成30年の最後の開催、いい形で締めくくれたんでないでしょうか。そうですね、来年また頑張れる。はい、すみません。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。今年も番焼けば応援ありがとうございました。来年も本当に頑張りますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。菊池和樹ジョッキーでした。